皆さんこんにちは。クロー 3D トレーナーの活用中野アギレラです。今日はフォックスファー付きダウンジャケット作成のレッスン内容をお見せいたします。まずはデザインに応じて内部線を入れていきます。パターンの外周線に沿って一定の間隔を置いて内部線を作成します。次はレイヤークローン下機能を使い、複製させたパターンを内側に配置します。膨らんでいる効果を表現するために、外側に圧力20、内側に圧力マイナス20を入れます。ダウンジャケットの縫い目ラインにパッカリングを追加することでリアルな効果が出ます。そしてファーのパターンをフードに縫い付け、タイプでファープリセットのフォックスを入れ込んでください。レンダリングをすることでリアルなファーフォックスが表現できます。それでは次回のレッスン内容紹介ビデオをお楽しみに。チャンネル登録、コメント、質問などぜひお寄せください。